さっきの空振りです。今みたいな、はい、もうちょっと低い球、はい、落とされる球、もしくはインハイの速い球ですか、はい、それにこうどう対応できるかっていうのが問題なんですよね、他の球、上から高めから打ってくる変化球なんかこの間も非常にうまく捉えてますからね、それと外のベルト辺のストレート系統、これ逆方向にうまく打ち返す、はい、当てて三塁線抜けていったヒット、レフト回り込んで中田、ファーストランナーは三塁へ、バッターランナーは二塁に行きます。ターターツーベースヒット、ノーアウト三塁二塁。今の球ですよね、はい、外のストレート系統、ちょっとシュートかけてると思うんですけど、あの辺は強いんですよ、はい、鋭い打球が三塁線抜けていきました。もう一度ここですね、はい、こういう球は強いんですよね、あそこから落としてくる、そうなん、それをやれはるとどうかなという感じはしますよね、よく見てますよ ね、 そうですね、よく見てますね、同点逆転のチャンスを迎えましたライオンズ、2回の裏の攻撃、ノーアウト三塁二塁、バッターは浅村。